はい、どうもこんにちは。グッドカーライフチャンネルのゼビタです。ということで今回は2021年12月にモデルチェンジを行ったスズキ新型アルト、こちらの試乗インプレッションをお届けしていきたいと思います。9代目に進化した新型アルトには2種類のパワーユニットを設定。その中で今日乗るのは自然吸気エンジンにモーターを組み合わせたマイルドハイブリッド搭載モデルになります。今回は高速も走って動力性能や乗り心地、さらには燃費もチェックしてきましたので、早速見ていきましょう。はい、ということで今回はスズキ新型アルトに試乗しています。来ました。これね、乗りたかったんですよ。ようやく乗れて嬉しい。で、今回もスズキアリーナ京都西さんにお借りしました。ありがとうございます。何度言っても本当ね、おしゃれな店舗、まあ、カフェをリメイクして作ってる店舗ですから、もうその雰囲気がものすごく出てるわけですよね。お近くの方はぜひ一度行ってみてください。ということで今日これお借りしたのは中間モデルのハイブリッド S グレードになります。駆動方式は 2WD で、車両金額は109万8000円になっています。 LED のヘッドライト、ケンウッドのナビゲーションであったり ETC がついてます。これ入れても多分150万円くらいで買えるかなっていうお手頃プライスではあるんですけども、先に言っちゃいます。これね、本体だけで見たら100万円くらいの車ですよね。100万でよくこれ作れたなっていう、商品価値がめちゃめちゃ高いです。その理由を、まあ、いくつかご紹介していこうかなと思います。まあでもまず何よりはやっぱ今回の目玉でもあるマイルドハイブリッドがついているエンジンが乗ったっていう、これが一番のトピックですよね。今まで通り A グレードと L グレード、これに関しては N チャージっていうシステムを採用しています。で、上2つに関してはハイブリッド S とハイブリッド X、 これはマイルドハイブリッドが入っているわけですけども、大きいリチウムイオンバッテリープラスフロントのエンジンの横にモーターが入っているわけですよね。モーター付きの発電機、まあ、いわゆる ISC になります。これがついて110万円っていう、まずそこもびっくりなんですよ。まあでもそれは一つ軽自動車っていうやっぱカテゴリーもあると思うんですよね。大量に車が売れるから、だから一つのその原価を抑えられる、まあコストを抑えられるっていう意味で、まあある意味良品廉価っていう感じではあるんですけども、だからこの値段で出せるっていうことはありますよね。もう皆さん買うんだったら本当にハイブリッド S 以上を買ってください。で、もっとどんどん車体本体安くしてもらいましょうっていうところで、まず金額にもびっくりしたでしょ。で、やっぱね、マイルドハイブリッドは本当素晴らしい。あの 12V で駆動しているマイルドハイブリッドにはありますけども、でもマイルドハイブリッドには変わりないんですよ。だからこのスタートの瞬間にびっくりするぐらいこうノーズが持ち上がるわけです。ほんとちょっとしかアクセル踏んでないのに、なんかビューッと車が出る感じ、乱暴な感じはないですけども、軽やかに発進する軽乗車の印象がさらに軽やかになってるっていう感じです。で、エンジンスペックであったりモータースペックを見ていくと、エンジンに関しては3気筒の 660cc の自然吸気になっています。 R06D 型と呼ばれるエンジンですよね。これの最高出力が49馬力、最大トルクは 58Nm となっています。で、モーターに関しては、まあ、ちょっとちっちゃいですけども 2.6 馬力 40Nm を発生します。でもモーターで 40Nm アシストしてくれるわけですから、そりゃ早いよねっていう。私これパッと乗った瞬間になんかハスラーのターボに近いなって思ったんですよ。まあもちろんその伸びていく感じは違いますけども、ゼロスタートのあのシュッと出ていく感じはすごく似ているなと思いましたし、ほんと軽やか、超軽やかに走ってくれます。で、ここに組み合わさっているトランスミッションは無段変速機 CVT になっていて、これ車両重量は以前のモデルは600キロ台でめっちゃ軽いよねって言ってました。でも今回はちょっと重量増えてますけども、それでも700キロっていうものすごく軽いです。これはやっぱね、一つスズキの軽量化技術が優れてるっていう証でもありますし、あのシャーシと呼ばれる骨組みありますよね。それはもうハスラーとかワゴン R スマイルもそうですけども、ハーテクトと呼ばれるものを使ってるわけです。まあそういう風に総称してるわけですけども、実はそれって、まあ、シンプルな構造にしていて余計な部材を使っていないから、だから軽量化もつながってるし、
で変な接合部分を持たないから光合成化にもつながってるっていうものすごくいい写真になりますっていう風に喋りながらこう何気に坂道を登ってますけども、ほんと軽やか。 CVT のこのエンジン回転数の落とし込み方もうまいですし、あとやっぱモーターアシストが入ってくれますから、上り坂でも60キロくらい、まあ一般道での常用レンジであれば何一つ不満なく加速していきます。これマジです。で今アイドリングストップしてますよね。でこれの復帰する瞬間も見てください。普通のハイブリッドのシステムがない車だったらセルが回ってガガガガガって言って振動もあって音もあってってなるんですけども、はい、今これで再始動しました。バイブレーションはほとんどない。多少ペダルから振動伝わってきますけども、でもあのセルが回るカカカカカって音絶対しませんし、ものすごく静かにエンジン再始動するわけですよ。特にこれ言いたいのは、軽自動車って高速道路でずーっとエンジンを働かして走るっていうよりは、こうやってストップ&ゴーで信号で止まって再スタートするっていう形が一般的かなと思います。なのでなおさらこの再始動時のショックがないっていうのはいいんですよ。あ、でも今ねバッテリー残量がこれメーターで出てるんですけども、2セグしか残っていなくて全然ないんですよ。なので今はエンジンの力だけで加速していきましたけども、それでもやっぱ車が軽いからスッと動きますよね。さらにそこにやっぱモーターシーズが入ったりするとものすごく軽いわけで、これほんといいわ。でエンジンの音ですけども、まあ踏んだらもちろんノイズは入ってきますし、フロントフードのところを見たら特に吸音材などは入っていないんですよ。なので割とこうダイレクトに入ってくる感じはありますし、ここはやっぱもう車両金額考えてどうしてもそういう吸音材であったり防音材っていうのは使えないっていう、そこはちょっと感じますよね。まあでも仕方ないですし、実際これクルージングしてると結構静かなんですよ。なのでそんなに普通に流してる分には気にならない。ちょっと山道とか途半入ってきてエンジン回転数を高めに持ってこないといけないシーンではまあノイジーな感じはありますけども、まあ私はこの程度だったら許容できるかなっていう感じです。うん。ただ結構走ってる時に常にエンジンのなんかカラカラーって音は入ってくるので、それはちょっと抑えられないかなとは思いますけどね。まあこれもオーディオかけたらもしかしたらわかんないレベルかも知れません。あとねこれ嬉しいなと思ったのはエコクールっていう機能。普通こうやってアイドリングストップしてるとエアコンの機能は抑えて送風みたいになるんですよ。なのでまあ今5月に撮影しますけども、例えば7月8月くらいでアイドリングストップしちゃうと車内暑くなるわけですよね。でもこのスズキ車はエコクールっていう機能がついていて、なるべくこうエアコンを使うような制御になっていて、なおかつ燃料消費を抑えるためにこのエンジンも再始動しない、まあそれはうまくバッテリーなどを使ってるんだと思いますけども、今もものすごく車内冷えてますし、全然そのなんか暑いなっていう感じがないです。あ、でも今ねバッテリーがこれ1セグでめちゃめちゃ減ったので、ピーっていう警告音が鳴ってエンジン再始動しちゃいました。でもこれめったにならないです。たまたま今なっちゃいましたけども、基本はアイドリングストップしている状態でもずーっと冷たい風が出てくれて、でそのまま次の信号が青になるまでは停止した状態ということになります。うん。まあでもエンジンだけの力でね今スタートしましたけども十分なんですよ本当に。やっぱ車軽いって正義ですよね。ちょっとね今これも山科のあたりで上り坂になってますけども、今50キロくらい、エンジン回転数は多分2000回転とかくらいしか回ってないと思いますし、全然静かにスーッと速度を上げていく印象です。ちょっとバッテリーがないので強く踏んだとしてもこれモーター今入ってないんですけども、でもそれでもスムーズに加速していきます。このハーテクトっていうシャーシは結構しっかりしてるっていうのは途中でもお話しましたけども、まあ、あるとさすがにね基本はタイヤがやっぱ14インチで扁平率もまあ高いですから、そのキビキビ走るというよりはやっぱり穏やかにこうスローなステアリングの特性にもなっていますし、
キビキビは走れないとは思いますけども、本当車しっかりしたなとは思います。やっぱ一昔前のアルトとか乗ると、まあ本当ビジネスユースだなっていう印象があって、それはもう悪い意味でそういう感じだったんですよ。なのでもうチープな印象もあったし、走りもそこそこっていう印象がありましたけども、本当この乗用車ライクになったなっていう印象もありますし、普通車にさながらのボディ剛性出てるんじゃないのっていうくらい本当にしっかり走ってくれます。ロードノイズに関しては、まあこれもそこそこ入ってくるかな、こうっていうその高周波の音が結構入ってくるかなという印象です。まあ、あとこのすれ違いのね音とかそういうものはもう基本的に軽乗車のガラスのその性質上仕方ないですし、結構入ってきます。だからノイズはそこそこ目立つけど、エンジンとかモーターのパワー感は最高だよねっていう印象がありますよね。あと私がねこれアルト乗っていいじゃんと思ったのは、これシートのクオリティも100万クラスじゃない。これは小さいんですけども、でもちゃんと体全体、背中とかお尻の部分にちゃんと面で支えてくれてる印象があって、密着度が高いんですよ。なので体のこうズレなんかもうまく抑えてくれるし、タイトでなおかつこのサイドサポートの部分もちょっとこう R がついていて、キュッとこう包み込むような形状になっています。だから横方向の支持性能も高いですし、クッションも肉厚ですから 1,2 時間程度乗っていても全然疲れない。でこれシートリフターとか、あともっと言うとこのステアリングのチルトであったりテレスコピック機能っていうのはないわけで、これ普通だったらドラポジ全然合わないしダメじゃんってなるんですよ。でもならない。それがうまく、だから身長170センチくらいの体格に合うように基本のこのプリセットがされているんだと思います。多分これ一つ思うのは、やっぱアルトはもちろん乗用車としても使ってもらえますけども、ただそうは言ってもビジネスユースもあるわけですよね。ってなると大体私のイメージですよ、イメージで喋るんだったら、まあ30代40代の男性がこのアルトに乗ってどっか営業に行くとか、一つなんか指標にして作ってる感じがします。わかんないですよ、でもなんかそんな感じがねするんですよ。でしかもビジネスで使うっていうことはやっぱり長距離も乗るし、だからそこはちゃんとお金かけて作ってると思いますし、その軽乗車のノウハウがたくさん詰まっていて、このシートの設計ができているのかなとは思います。まあでも足はちょっと硬いかなっていう印象はあります。これはね鈴木車共通でこんな感じにはなってるんですけども、特にリアが張ってる感じがするんですよね。だからどうでしょうね、これもだからビジネスユースで考えるとこういう車でも、まあ、10万キロは絶対乗るかなと思うんですよ。そうなった時にちょっとまあダンパーとか、あとはサスもへたってきてうまい具合に塩梅してるのかなっていう感じがします。だからまあ例えがちょっと見つかんないですけども、なんでしょうね、食べ物で言うんだったら、干し芋みたいな感じかもしれません。あの通常の焼き芋でも十分美味しいけども、干し芋でちょっと年数を経っていって、でしなしなになってくるとより甘みも出て美味しいよねっていう、なんか例え変ですけどもそんな感じがします。はい、ということでじゃあ高速乗っていきましょう。京都南だからこっちですね、大阪方面。ここの加速もスムース、今ねモーターアシスト入ってました。すっごくスムースに加速していきましたけども、まあでも先に言っておきます、多分この子高速は苦手だと思います。だって NA エンジンだし伸びも多分ないからきついかなとは思うんですけども、ただそのきつい中でどれだけちゃんと走ってくれるか、あとはまあ、アルト、これね、ハーテクトっていうシャーシを使ってますから、ボディ剛性などもしっかりしてるわけで、だからそれを一つ見ようかなと思います。このトレッドで結構横風とか吹いたらフラフラするっていうのは、セオリーではあるんですけども、ちょっとじゃあ全開加速いきます。せーの。今はモーターシス入ってません。これ正直なことを言うと、もちろん、パワーはないし相当エンジンはうなってましたよ。ただ思ったよりも力あるなっていう感じです。一名乗車で
今みたいにもう合流でもう思いっきりアクセル踏んで合流しようってなったら、まあまあ不満のない加速ではありますよね。いや意外といい加速するな、うん、なんかねもたもたしてるっていう感じはしません。それは軽乗車のその NA っていうジャンルで見たらですよ。もちろんこれ2リッターターボのエンジンとか比べたらもたもたしてるでしょってなるんですけども、そうじゃなくて NA の 660cc のエンジンで見た時にもたもたしてるかって言われれば、私はそんなことはないと思います。いいじゃん。今まあメーター読みで85、6キロで走ってますけども、直進性も悪くない、うん、まあ、横これ防音壁ありますから風があんま吹いてないっていう環境下ではありますけども、比較的安定して走ってますよね、うん、あ、いい感じ。この直進性あったらそりゃ飛ばすか。よく見ますよね、あの高速道路でプロボックスであったりアルトとか、あのミライースか、ダイハツのミライースっていう軽乗車ありますけども、あれだいたいビジネスユースで使ってる方多いんですよ。でよく追い越し車線でもうかっ飛ばしてる車あるじゃないですか。本当大丈夫なのと思っちゃうんですけども、でも今これ乗って分かった、うん、飛ばせるわこの車は。もちろん飛ばしちゃいけないですけども、飛ばす理由がちょっと分かった感じがします。安定してるもん。ホイールベースとかトレッド考えてこれだけ安定して走ってくれたら十分。今こう日常域を考えてちょっとねアクセル軽め踏んで追い越し動作をかけましたけども、そうするとエンジンもそんなにうなってませんし、私が持っていきたいスピードにスーッと持っていくことできましたから、いい感じいい感じ。ちなみにこれこの状態でアクセルを踏んでいくとモーターアシスト入ってるじゃん。自然だから分かんなかったけど、これ80キロ90キロからの追い越し加速でもアクセルどうでしょうね、まあ、2センチ3センチくらい踏んでやるとモーターのアシストも入ります。それは90キロくらいからでも入ります。前回は逆に入んない。だからこれがマイルドハイブリッドの特性なんですよね。要はこれくらいのアクセルの回路量で軽くやっぱり速度を上げるときにモーターアシスト、最初の初速の伸びをアシストするっていうのがマイルドハイブリッドの効果になっていますから、その効果はちゃんと現れていました。まあでも正直に言うとやっぱ私のこの声のボリュームはかなり上がってますよね。っていうのも車内のノイズの音量が結構増えちゃってます。まあそれはだから高速で速度が上がってタイヤのノイズであったり、風切り音はまあそんな入ってないですけども、タイヤノイズが増えちゃって結構声張らないと喋れないなっていう感じではあります。まあでもこれも仕方ないかなとは個人的に思いますけどね。あーでも高速だったらこの足の硬さはちょうどいいかなっていう、なんか欧州車みたいですよね。あのシートがいいとか足回りの味付けが高速になるとちょうどいいとか、なんかドイツ車の話をしてるのかなと一瞬思っちゃいましたけども、いい感じ。あでもロールは結構大きいな。縦の入力は割と入ってくるんですけども、横方向は割と沈み込む感じのセッティングになっています。柔らかい感じしますよね、横方向に対しては。でも直進性は悪くない。ちなみにこれサスペンションシステムに関してはフロントがマクファーソンのスラット式、そしてリアがトーションビームになっています。今の橋桁越えた時なんかもピタッと収まってくれますし、まあ、ホイールベースが短いから多少その乗り心地は悪くなっちゃうっていう、まあ、それはもう軽乗車共通の、まあ、デメリットというか弱点ではありますけども、まあ、でもものすごく硬いわけではないです。いやでもそれにしてもここのやっぱ加速が本当気持ちいい。1リッターのコンパクトカーに乗ってるのかなっていう、そんな感覚にも近いですよね。車線変更も安定して行います。ちなみにこれびっくり、ちょっと待ってマジか。これ今80キロでクルージングしていてほとんどエンジンの負荷かけてない状態なんですよ。その時の平均燃費は今これ瞬間燃費はコンスタントに40キロとかマークしてます。だから安全運転をしていれば多分これ高速でも相当燃費いいですよ。
K はやっぱりエンジンの回転数が90キロ100キロくらいで一気に上がっちゃうので、だからだいたい80とかでクルージングするのがベターかなとは思うんですけども、その状態だったら今普通のこの平坦路で43とか瞬間燃費で出てます。やばい、これお化けみたいな燃費出てるじゃん、すげえ。はい、今高速降りてきました。いやすごいね、意外とちゃんと走れるじゃんっていう、もっとフラフラするかと思っていたし、エンジンパワーも本当非力でどうしようもないかなと思っていましたけども、意外と NA でもちゃんと走ってくれる、まあ、そこにモーターアシストが乗っかってるからっていうのは大きいですよね。ということで一般道に帰ってきましたけども、あと乗り心地もうちょっとだけお伝えしておきます。ちょっとね手薄だったかなと思いますので、それをご紹介して、で最後燃費も見ましょうか。あ、でもその前に一つこれご紹介していいですか。鈴木の予防安全技術、鈴木セーフティーサポートっていうのがありますよね。ここにステレオカメラがついていて、でそれで安全システムを作動するっていうシステムになっていますけども、なんと今回の新型アルト全車標準装備になりました。これ素晴らしい。だからそれもついて110万円、もっと言うならばエントリーで95万円くらいだったかな、からあるっていうのが、これがびっくりなんですよ。だからさっき言ってたその100万円以上の商品価値はあるよっていう、そこの一つ理由でもあります。で具体的に言うならば、衝突以外軽減ブレーキ、これは夜間の歩行者対応もしていますし、さらには前方と後方の誤発進の抑制機能もついてます。そしてハイビームアシストであったり、後退時のブレーキサポートなどもありますし、あとは信号が変わって前の車が発進したけども自分の車ちょっとボケていて発進し忘れていた、そういう時にお知らせしてくれる先行車発進お知らせ機能などもついてます。で車線を逸脱するこの抑制機能はステアリングの操作までは行ってくれませんけども、ちゃんとアラートでお知らせするっていう機能もついていますし、まあ、最低限どころか欲しいものは大体ついているかなと思います。欲を言うならば、さっき高速走ってきましたから、あとは運転支援システムのクルーズコントロールなどがあれば最高かなとは思いますけども、まあ、そのあたりはアルトっていうキャラクターもあります。基本一般道で使う車ですから、だから余計なお金がかからないっていうところでは、まあ、ついてなくてもいいかなとは思いました。というところで乗り心地になりますけども、今ねこれちょうど京都の1号線を走ってます。でここは路面結構変化あるんですよ、舗装し直してる状態もありますから。でこっち側は、まあ、まだ比較的綺麗な方ですけども、やっぱね足はね結構硬いし、舗装のその割れ目のところなどを越えると結構ねちゃんと入ってきます。タイヤのエアーがなんか多い感じもしますけども、でもやっぱ足自体も硬いよねっていう印象はあります。まあだからこの硬さがあるから、さっき高速でもそこそこ安定して走れていたわけですし、あながち悪いっていう言い方はできないんですけども、ちょっと新車で下ろしたての状態だったら硬くなっちゃうのかなっていう印象はあります。これ例えば横に奥さん乗せてとか、そういう2人乗りの状態だったらまた話は変わってくるかなとは思いますけども、1人だったらやっぱりちょっと跳ねる感じはしますよね。まあでもどうでしょう、私は別にこれくらいの硬さだったら気にならないし、入力もそのトゲがある感じでは入ってきません。ただ凹凸があるよっていうのを結構細かく拾ってるだけで、だからまあある意味入力もあるから、その手薄になってないっていう安心感はありますよね。はい、ということでラストに燃費を見ておきましょう。今回試乗だけの数値になりますけども、どうだろうな、高速も走ったしなっていうところでちょっと不安ではありますけども、はい、今回出た燃費数値はリッターあたり 31.3 キロになりました。素晴らしい、30キロ超えてきた。マジ？逆に高速走ったのが良かったのかな。ずーっと同じ負荷で走っていて、まあ確かにあれ平均燃費じゃない、瞬間燃費40とか出てた時もありましたから、あ、意外とちゃんと80とかで走ったら燃費良くなるんだ。でもねこれ一般道の話もお伝えしておくと、最初の撮影場所まで行くのに一般道だけで行ったんですよね。でその時は下道だけですけども、だいたいリッターあたり27くらいを指していました。
まあもちろん無茶な運転はしてませんけども、普通に走ってですよ、普通に加速もして追い越しもしてっていう状態でしたけども、それでもちゃんと30キロいかないぐらいの数値は出ていましたから、だから一般道でも燃費はかなりいいと思います。ちなみに今回の新型アルト、カタログ数値を見てみると WLTC モードで 27.7 キロになっています。なので今回はそれを上回ってきましたし、実はこの 27.7 っていう数値はクラストップレベルの値になります。いや、それ超えちゃうのはずるいでしょう。うん、燃費考えてもやっぱ相当いいというか、そのイニシャルコストから最終のファイナルコストまで考えた時に、このアルトっていうのはものすごく商品性高いかなと思います。最初買う時も安いし、で、ランニングコストと呼ばれる乗ってる時のガソリン代であったり、軽乗車ですから自動車税も安いですよね。所有するコストもあんまりかかんない。で、多分売る時も5年乗って50万に下がったとしても1年のコストってそんな大きくないわけですよね。だからこれもしかしたら普通に乗用車として使える車の中では最もコストパフォーマンスで優れている車かなと思いました。いやー、ということでものすごくいい、100万以上の価値は大いにある、そんな時代です。気になった方はぜひご使用ください。というわけで、スズキ新型アルト試乗編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされていてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買えるのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。